こんにちは。うぷ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。今回はまずここ新宿から大宮へ向かいます。大宮ではこの季節のみ運行される臨時特急に乗車します。前置きはこれぐらいにしてさっさと本編に参りましょう。ゆっくりしていってね。ありがとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。面白いルートを通る臨時特急に乗るのよね。青の絶景ネモフィラってんだな。この季節にしか見れない花だな。それじゃホームに戻りましょうか。あら？あれは？ひょっとしてもしなくても。引退ほやほやのチームの3100番台じゃない。重機の餌待ちかな。案内にもしっかり列車名が表記されてるわね。早く入線してこないかな。しかも今回はグリーンよグリーン。確か国鉄色の E653 が充当されるからいわば稲穂グリーンの再来なので。長野線の列車は8時16分発特急勝田行きです。 Thank you for riding with JR East. The next departure from track number 7 will be the 816AM です。この列車は全車指定席です。当駅を出ますと次は南浦和に停まります。 The train will be stopping at 南浦和、南越谷、吉川南 and 水戸。国鉄色の生かしたやつがついに入線してきたので、見慣れた聖火妙にしっくりしてる気がするわ。側面表示は特急だな。さすがにネモフィラまではねー。それじゃあ四つ葉の天国にレッツラゴー。グリーン車はいつ乗車してもいいもんだな。特急運用なのにヘッドカバーないな。快速でも運用するから放置なのかしらね。フリースペースも搭載よ。みんなで譲り合って使用するのぜ。リクライニングも後ろを気にせずし放題ね。どれだけ前世でいいことしたらこんな楽園に来れるんだろうな。お金払えば来れるわよ。背面テーブルはないけど肘掛けテーブルがあるわ。およ、しっこいな。開いてから使うのよ。十分な広さだな。敷居のおかげでリクライニングし放題なのはいいけど、圧迫感あるな。大宮駅の乗客の羨望を背にして列車はいよいよ出発したわね。多分ほとんど誰も気にしてないと思うぞ。ちゃんとホームの端にいるじゃない。少し違う気がするのぜ。特急青の絶景のネモフィラをご利用いただきまして誠にありがとうございます。本列車ただいま大宮駅時刻通り発車をしております。ご利用先の列車駅到着時刻ご案内いたします。次の南浦和には8時27分、南越谷8時38分、吉川南8時46分、水戸10時1分、終点勝田には10時7分の到着です。吉川南から水戸までノンストップなんだな。全車指定の特急電車でございます。先頭車両が7号車、一番後ろが1号車です。一番下に1号車特別車両グリーン車指定席でございます。車内お手洗いは3号車、4号車、6号車とグリーン車の1号車にございます。
ご乗車の列車は特急青の設計ネモフィラ号ガス待機でございます。次は南側に停車をいたします。本日も JR 東日本ご利用いただきまして誠にありがとうございます。またマスクの着用等新型コロナウイルスの感染症対策にご理解ご協力お願いありがとうございます。ご飲食以外は極力マスクの着用をお願いいたします。引き続きの感染症対策にお客様のご理解ご協力お願い申し上げます。そういやここからどうやって武蔵野線に抜けるんだ。与野駅近くから大宮支線に入ってまず近く間を走行するわ。言われてみれば地下に潜っていってるのぜ。しばらくは近く間を進んでいくわ。外に出てきたぞ。右の線路が分岐していったのぜ。一番右の線路は武蔵浦和から大宮方面に向かうやつね。隣の線路は西浦和から大宮方面に向かうわ。奥から埼京線の高架と中浦和駅が見えるのぜ。中浦和駅の真下に別所信号場があるわね。別所信号場で今通ってる大宮支線と武蔵浦和に向かう西浦和支線が分岐するわ。大宮支線はどこに向かうんだ。西浦和よ。西浦和に向かうのが大宮支線で武蔵浦和に向かうのが西浦和支線なのか。ややこしいな。うぷ主もテキスト打ち込みながらない頭をひねってるわね。そしてここで大宮支線と分かれて西浦和支線に入るわ。武蔵浦和からの線路は西浦和から大宮方向へ向かう線路と立体交差になってるから互いの運行に支障は出ないわ。その武蔵浦和から大宮に向かう線路が合流してくるな。しばらく進むと武蔵野線の本線と合流するわね。再び埼京線の高架をくぐれば武蔵浦和だな。まあ通過するんだけどね。南浦和に到着です。降り口は左側です。臨時特急だからか唐突に肉声のアナウンスだけ入るわね。最初の停車駅南浦和なんだぜ。やっぱりこの列車が物珍しいからか沿線にカメラキッズがいるわね。キッズじゃない方が多いだろうに。まもなく南越谷に到着です。降り口左側です。南越谷を出ますと次は吉川南に停車をいたします。東武伊勢崎線をアンダークロスすれば次の停車駅南越谷ね。東武の駅は新越谷なのぜ。イオンの植民地を通過中。間違っちゃいないだろうがもう少しオブラートに包むのぜ。じゃあイオン国レイクタウン市。意味不明なんだぜ。吉川駅って上りホームと下りホームが随分離れてるな。昔存在した武蔵野操車場の名残だそうよ。吉川南に到着です。取り口左側でございます。吉川南を出ますと次は水戸に停車いたします。その武蔵野操車場の跡地にできたのがこの吉川南ね。次の新三郷もそうみたいだがだだっ広かったんだな。5キロ以上あったらしいわね。三郷駅の手前でも上下線が離れているのが見て取れるわね。これも武蔵野操車場の名残か。江戸川を渡ればこんにちは千葉県ってとこだな。南流山の先にはもう一つ見せ場があるわね。そういや今度は常磐線に転線しなきゃならんのぜ。その様子もお届けするわよ。南流山の先で北小金支線に入って本線と別れよ。まず南流山方面の本線と支線が上に分岐していくわ。ここで本線と分岐、ほぼ同時に南流山方面に向かう支線と合流ね。
線路が分岐してくのぜ。私たちが通ってる北小金方面の支線と別に反対側の馬橋方面に向かう支線があるの。ここが馬橋支線との分岐ってことか。正確には両方の支線とも南流山駅が起点だけどね。上に見えるのは南流山方面に向かう北小金支線だな。あとは常磐線と合流するだけね。しばらく進むと常磐線の線路が見えてくるわよ。ここでやっと私たちは一つになるの。誤解を招く言い方はやめろ。ずっとあんたが来るのを待ってたんだから。もう一周年あん優しくしてね。カットだカット。アウト。北小金支線の元の北小金を通過。まあ特急関係なく千代田線経由の観光線しか止まらんがな。一部特急停車駅の柏もこの通り。唐揚げ駅もさっさと通過。唐揚げしか取り柄がないように聞こえるぞ。他に何かあったら教えてくれる？それは住民の皆様じゃないとわからんのぜ。利根川を渡ってる最中だがなんだかやけにちんたらしてるな。水戸までノンストップのはずなのにどうしたのかしら。鳥居に到着です。なお電車のドアは開きませんのでご注意ください。9時16分に発車いたします。砦に運転停車するのね。どうせなら客扱いしてもいいんじゃないのかね。よくわからないけど乗務員交代でもあるのかしら。ま、私たちは黙って待つしかないのぜ。運転停車も済んだことだしさっさと進みましょう。こいつには関係ないがここから先はこういう区間だな。桜川を越えれば土浦だな。ダイヤ改正で駅約重要度が増したように見えるわね。日中はここで普通列車は分断されてまったな。接続については結構配慮されてるみたいだけどね。日中グリーン車でここから先に行けないのがちょっと悲しいので、少なくともこの奥主には関係ないかもね。だいたいお日様登る前に出てるもんな。土浦はあっけなく通過するわ。時輪は全部停車するのにな。あの新快速ね。おい、あ、ごめんなさい、私が間違ってたわ。土浦発着の時輪と新快速を比べるのは新快速に失礼だったわ。なんとも言えんのぜ。当然日立すら停車しない石岡も通過。フリースペースでちょっと一息するのぜ。いくら座り心地よくても少しは気分転換したいしね。友部も水戸線との乗り換え駅で時はも全停車するけどご覧の通りだぜ。ここまでも停車だとすがすがしいわよん。変な T シャツでも着たのか。偕楽園のあたりってことはもう水戸だな。吉川南からノンストップだから早いわねー。砦に運転停車してたけどな。ご乗車ありがとうございました。あと2分ほどで水戸駅到着でございます。4番線到着、折り道は左側です。水戸から乗り換え電車ご案内をいたします。普通電車の岩木駅は折り橋の向かい側3番線に停車をしております。10時5分の発車です。特急電車指定日立5号岩木駅は折り橋4番線から10時17分の発車です。ご利用の際には本日有効分の座席未指定券または日立5号の指定席特急券必要となります。水牛線日立大宮駅は2番線から10時22分、大洗鹿島線大洗駅8番線から10時19分の発車です。水戸出ますと次は終点勝田に停車をいたします。ご利用客様、車内にお忘れ物、落とし物ございますようご注意ください。大洗鹿島線の乗り換え案内もしてくれたな。普段ってどうだったかしら。理解があれば確認するので。の人々に到着よ。終点の勝田は隣の駅なので、列車は水戸を出発すると酒の遡上も確認された桜川と並走して、桜川が分かれていった先には中川があるので、
手前ではひたちなか海浜鉄道港線がやってくるな。本日は特急青の絶景ネモフィラ号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく終点川下に到着でございます。川下駅3番線到着、降り口は左側です。普通列車いわき行きは4番線から10時12分、特急日立5号いわき行き同じく4番線から10時22分の発車です。どなた様の車内にお忘れ物、落とし物ございませんよう十分ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点川下に到着です。港線の車両は海浜公園のネモフィラ目当てのお客がいっぱいだな。終点勝田に到着と、なんだかんだで国鉄色かっこいいのぜ。武蔵野線の支線も通れて面白かったわね。そんじゃ次はどうしますかね。次回に続く。今回の動画は以上となります。いつ見ても国鉄色はいいものです。いい年して初めて武蔵野線の支線にも乗車できました。それじゃあ次回はどうしましょうかね。気長にお待ちいただければ幸いです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。動画作成の励みにもなりますので、はい。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。